ウインク可愛かった、ありがとう。リカちゃん可愛い、ありがとう。ミルクティーよろしく、お疲れ。デイビッドさんバラありがとう。ね、公演終わりだからバッチリメイク。あ、みーさんお疲れ、10個もありがとう、今日見つけたよ、ありがとうね。ありがとう、お疲れ、10個もありがとう。あ、86さんタワーありがとう、クマ、クマタワー嬉しい、ありがとう。86さん、86さんも見つけた、一番前だったね。びっくりした、いっぱい見てくれてありがとう、嬉しい、タワーありがとう。ちょっとノートがね本当になくて、今そう全部ねなくなっちゃって、買いに行くのでごめんね、前のタワーのも待たせてしまって。アランゲさん綺麗だよ、10個もありがとう、タワー嬉しい、ありがとう。86さん、アランゲさんもありがとう。てっちゃんハート、カピバラミキアさんありがとう、ありがとうございます、嬉しい、タワースクショしとこ、しといた、ありがとう。牛平さんお疲れ、ありがとう。ランゲさん綺麗だよ、10個またありがとう、今日来てくれてありがとうね、ありがとう、嬉しい。あ、ヨウヘイエくんもめっちゃ可愛い、嬉しい、ありがとう。ヨウヘイエくんもありがとう、今日来てくれて。そう今日ね、レイカのうちわがねもうめちゃくちゃいっぱいあってびっくりした。なんかもう初めてってぐらいいっぱいあった、びっくり、楽しかった、おかげで。すごい、いつものね、なんかいつもよりありました。いつも2つとかなんだけど今日はね7個ぐらいあった。嘘かも、1、2、ね、本当に10個ぐらいあったかも、劣化単押しじゃなくても10個ぐらいあったかもしれない、びっくりした。そういつもね2つとかなんだけど、だからいつもより楽しかった、いつもも楽しいけど、ありがとう。 DMM さんで見てくれた方もありがとうございました。うん、こんばんは。 DMM さんではどんな感じだったんだろう、また見返すね。カピバラミキアくん、クマ嬉しい、ありがとう、今日来てくれてありがとう、嬉しい。DMM で見ました、本当嬉しい、ありがとう。どうだった、こんばんは、こんばんは、僕たち楽しかった、嬉しいね。え、今日も髪の毛みんなくるくるで可愛かったね。両陛下ありがとう、ありがとう。あ、ゆういちくんかわいい、ありがとう、4つ、嬉しい。今日どうだった、ありがとうございます。あ、ともさんおばけありがとう。ハロウィンだね、もうすぐ。
なんか25日からハロウィンのキャンペーンするんでしょ、ショールームさん。アランゲさん、ポーションありがとう。何がもらえるんだろう、次は。さっきね、配信する前にチラッと見ただけだからわかんない。見とこう、また。DM マンさん、お疲れありがとう。最近回復薬忘れる、確かに。確かに。ミッキー役愛してありがとう。楽しかった、ほんと。髪染めた？染めてない？仕事中だった？お仕事お疲れ様。31日は何の髪の毛しようかな。今日ハーフツインいっぱいいた。さこちゃんとかいっぱいいました。タールさん、ハートありがとう。あ、そう、ミクチャーさんでもなんかね、あるんですよね。なんか、配信で、そう、ミクチャーは、あさって配信するかな、あれか。なんか、なんだっけな。なんだっけな。なんか、12月の、なんだろう、何が発表されてるんだろう。なんか番組さんに2人だけ出れるみたいなやつらしいです。なんて読むの？ハート100個ありがとう。初見さん、なんて読むんだろう。そう、ミクチャさん配信するのでまた遊びに来てください。ショールームもやるね、キャンペーンの。あんまり見てないけど、そっち見てみる。ハロウィン？なんかよくわかんないや。リエちゃん、ハートありがとう。てっちゃん、誰もありがとう。でも自分ゲームそんなにね、わかんないから、ゲームが好きなメンバーが出れればいいなと思います。思います。ミクチャさんの方は、初見さんこんばんは。なんかね、東京のやつだよ。見といてください。またちらっと。なんか番組出演をかけたやつみたいな、ミクチャさん。前はね、なんか、あれだったよね。TGC に出るために、全員で協力して配信するみたいな感じだったよね。でも今回は2人しか出れないみたいです。なんかでも2人しかっていうか、絶対二人は出れるみたいな感じかな。多分。お腹空いたね。今日もね、お昼ご飯、夜ご飯、ご飯めっちゃ美味しいやつだった。まだ食べてないけど、持って帰ってきたからね、後で食べる。そう、公園食べ時間。31日の髪の毛をね、迷ってるんですよ。11月もね、僕隊発表されたね。生誕祭なので、生誕祭なので、りねちゃんのファンの方とあんなちゃんのファンの方がいっぱい来てくださったら嬉しいんですけど。でもやっぱりツインテールが好きだな。ピンクいっぱい振った、ありがとう、振ってくれて嬉しい。可愛かった。
そう、生誕祭、アンナちゃんとリネちゃんの生誕祭です。パセリとかもあるのかなって思ってる。もうじきね、お話し会楽しみだね。カピバラミキアさん、かわいい、ありがとう。迷っちゃうね、髪の毛。なんかポニーテールもしたいなと思って。なんかさ、公演が月に何回もできるわけじゃないから、やりたい髪型がいっぱいありすぎて間に合わない追いつかない、公演の数に追いつきません。普通に下ろしたりもしたいな、ストレートで三つ編みだけするとかで。迷っちゃうかわいかった、嬉しい、ありがとう。公演久しぶりだったね。あ、でも自分はそこまで久しぶりじゃないけど、久しぶりだった。ジェネレーカのこと、とレーカのうちは持ってきてなかったでしょ。もう好きじゃなくなったでしょ。加藤さん、お化け、ありがとう。嬉しい。そう、プレゼント届いたよ。なんか思い出した。ありがとう。そう、プレゼントね、今日受け取ってきて。ちょっと2袋あって1つしか持って帰れなかったんですけど、いっぱいありがとうございます。嬉しい。そう、いっぱいね、いただいたんですよ。これめっちゃ嬉しい。もうなんか嬉しかった。本当に。ありがとう。そう、いっぱいあってね、本当に嬉しいのばっかりだった。ありがとう。そう、 T シャツかも。 T シャツ見て、これめっちゃね、かわいいの。じゃーん、見て、ジェラピケのパジャマ、めっちゃ嬉しい、かわいい。ジェラピケ着たことないの。かわいいけどさ、自分で買えなくて、だからさ、めっちゃ嬉しかった。あとね、なんかね、まだいっぱいあるんだけど、あとね、靴もね、いただいて。でもね、そう、お靴は事務所で片っぽずつ履いて、そう、メールに写真送ったんだけどそう、片っぽずつ履いて、かわいいってなって置いてきたちょっと次の事務所行くときに持って帰る。ちょっとね、2袋はタクシーの方に申し訳なくて持っていけなかった、公園に。そう、事務所行って公園行くときに持ってったから、そう、2袋だとちょっとみんなにかさばっちゃうから1個にしたけど、もう一個もすぐ持って帰ります。嬉しい、ありがとう。そう、可愛い帽子もね、もらって。そう、可愛かった。タムタムさん、お疲れ、ありがとう。可愛いもありがとう。お洋服はね、サイズはね、何でも着れるよフリーサイズかな、 M サイズ、 S サイズ、フリーサイズか S サイズか分かんないな。ありがとうございます、皆さん。っていうお知らせ。お知らせ？ご報告。よいしょ。また持って帰ります、他のやつも。ありがとう。次の僕隊は生誕祭か。生誕祭楽しみ、どんな感じなんだ。でもその日さ、1日2回公演だからさ、体力が怖いよねまたプレゼント送りたい、ありがとう。届いたよ、あのね、これ。よいしょ、
じゃん。コットン？ありがとう。ね、こんな高級なコットン使えないよ。もう200枚100円のとかしか使ったことないから、お肌トゥルトゥルになるかな。ありがとう。そう、それ、そう、あれ。僕体操、11月のね、1日2回だからね、めっちゃ心配なの。なんだっけ。ツアー？夏の瀬戸内ツアーで、2回経験したけど、それでもね、不安です。あの時より今、体力落ちてそう。昼夜で僕体やったことあるっけ？あるか？あるか？あるね。ん？あったっけ？あった気がするけど、あったね。あったけどめっちゃ前じゃない？船があった時代、時代。船があった時かな。船があった時かな。僕体したのは2回。ツアーはね、また違うしね、僕体と。休憩時間超短い。そうなの？開演なん、会場？開演か。開演何時だっけ？1時半と5時半とか？あれか、生徒祭だったらちょっと、ちょこっと長くなるからってこと？でもなんか休憩長いとね、余計しんどくなっちゃうからね、短い方が好き。ツアーもね、なんか休憩短くて、髪型直したりしてバタバタしてる方がそのままのね気持ちとか体の元気さでいけるからね、いいんですよ。なんか一回2時間とか休憩挟んじゃうともう体が疲れたってなっちゃうから、もうねオフになっちゃうの、体も。そうだからね、短い方が好きかも。公園と公園の間、そう、寝ちゃったらねもう終わり、本当にね終わり。一回あったけど、なんか一回寝ちゃうと体がもう沈んじゃうから、めっちゃ体重くてめっちゃしんどかった。いつか忘れちゃったけど、めっちゃねしんどいの。頭痛いし体重いし、寝なければよかったってなった。からね、なんかあたふたしてる方が自分は合ってるかもしれないね。あたふたあたふた、ご飯食べる時間ない、メイク直さなきゃってなってる方がいいかもしれない、デカ的には。そう、一回ね休んじゃうとねピーってなっちゃうよね。やっほー、オイルさん？オイルさんって忙しいの？忙しいか。ポビタン D。なんかリコちゃんがすごい栄養ドリンクいっぱい飲んでる。炭酸とか。だから元気なのかな？れいかね、炭酸苦手だし、なんか栄養ドリンクの味とかもあんまり好きじゃないからね、全く飲まない。STU 入ってから。ほとんど飲んでないかな。なんかね、高校生の時はモンスターとかレッドブルとか飲んでたんだけど、今は飲まないかな。あの時も炭酸嫌いだったのに、なんで飲めたんだろう。気合かな。気合で飲んだ。今はブラックコーヒーが好き。カフェイン入ってるやつは。だけど今日も飲んだ。今日飲んだけど、なんか朝ね、用事があって、朝も用事があったんですけど、その時に買ったんだけど、ね、その後、あんまり飲める雰囲気じゃなくて。なんか1時間ぐらい放置してたら、ホットコーヒーが冷たいコーヒーになっちゃった。でもね、なんか苦くて一口飲んで、もうバイバイして。ブラック飲めるんだけどね、レイカ。ブラックはアイスコーヒーが好きなんだよね。ホットコーヒーはね、甘いやつが好き。
そう、砂糖入れないの、ブラックコーヒー飲めるの。すごいでしょ。でもね、ミルク入ったのも好き。かわいいタンブラーで飲みたい。マイボトルみたいな。持ってる？で、ハロウィンの去年のスタバのお化けのタンブラー持っててめっちゃ可愛いの。お気に入り。なんか今年のどんなんなんだろう、見てないけど。なんかスタバ新しいさ、なんかサングラスかけた女の人みたいなやつのタンブラーがめっちゃ可愛かった。見て見て。てかスタバの新作飲みたい。あのなんかハロウィンのやつ、進化してるやつ。ホワイトモカ美味しいよね。飲まなきゃ。土日で飲もうかな。明日はねお出かけするんだ。明日雨かな。雨じゃないと。明日はね久しぶりに人とお出かけるんです。明日は誰と会うでしょうか。ドゥルルルルルルちゃん。明日はね弥生ちゃんと会うんです、久しぶりに。弥生ちゃん全然ね LINE とかもしたことないし、ほとんど自分がねメンバーとあんま遊んだりする人じゃないから、弥生ちゃんとも一回も遊んだことないし、ご飯も行ったことないし、この2年間 LINE すらほとんどしてないぐらいだったんだけど初めてそう会うの、初めてレッスンとかさ、初めてSTU の用事以外で初めて会う2年一緒にいたんだけどそう、楽しみ、嬉しい嬉しい。そう、初めましてしてくる、弥生ちゃんと弥生ちゃんと初めましてのお見合いしてきます。ドキ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 、緊張するなしないけど、めちゃくちゃ楽しみ。雨降ってないといいな。僕たち楽しかった、嬉しい、ありがとう。今日ね胸ゆきりかカメラマンさんがめっちゃ可愛い写真撮ってくれたから後で載せよう。れいかもね写真撮るの上手なんだ、メンバーの。れいかも上手なんだ。れいかが一番上手だよ多分自信あり、ありあり。今日同い年だよ、やいちゃん。でもやいちゃんまだ19歳、同い年だけど誕生日が遅いから。積極的に話す、やいちゃんと喋るよなんか本当にね全然ね、もうあれなんですよ、本当に全然メンバーと遊んだりしないんだけど、そうだから初めましてなの、嬉しい嬉しい本当にお友達ができました、中広さんっていうの、はじめましてなのはじめましてなんです。好きな食べ物は何かな、聞いちゃおう またご報告しますじゃあそろそろ終わろうかな。壇上を読みます。13位リカちゃん、12位シワイさん、11位デイビッドさん、10位リエちゃん、9位テッちゃん、8位トムさん、7位カドさん、6位ヨヘイくん、5位ミーさん、4位オランゲさん、3位カピバラミキヤくん、2位リコピンちゃん、1位はズーちゃん、86さん、タワーありがとう、声も来てくれてありがとう、いっぱい見てくれてありがとう。ではでは終わりたいと思います。おやすみ。メールとツイッター更新するので
ツイッターはいいねとリツイートと引用リツイートとリップをしてください。メールも返信してください。ありがとうございました。おやすみなさい。レコはご飯食べる。バイバーイ。バイ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 。